やぶさめといえば、まず鎌倉八幡宮のものが有名ですが、浅草であるとは過分にしてこれまで知りませんでした。場所は隅田公園内ということです。桜の名所ですが、すでにソメイヨシノは咲き終わり、八重桜が出番でした。隅田川沿いの細長い遊歩道を進むと、ありました。長さ400メートルほどの特設会場です。見物はすべて有料の観覧席で、私はゴールに近い C ブロックを指定されました。ブロック内は自由席で、C ブロックに近い3番目の的の斜め前あたりの席を取りました。開始までまだ1時間以上あるのに、すでに満席の状態には驚きました。さて、いよいよやぶさめの開始ですが、ババのゴールの方から主催者たちが入場してきます。浅草のやぶさめは、江戸時代に浅草神社の正月行事として行われていたものを、近年になって地元台東区が観光事業として復活、継承しました。観光事業といっても、その内容は鎌倉時代の古式にのっとり、厳粛な雰囲気の中にも、錦絵のようなあでやかさが見られます。スタート方面からこれから疾走する馬に馬場の状態を下見させるのでしょう。はじめにお願いを申し上げましたように、前の方が乗り出したり立ち上がったりいたしますと、後ろの方がご覧になれません。前にいらっしゃる方は腰を低くご覧いただくようにお願い申し上げます。矢は見事に的中しましたが、撮影には失敗しました。失敗を 2,3 回繰り返しましたが、警告のアナウンスが聞いて今度は前に出なくなりました。見事に矢は的中し、撮影も的中しました。かけて扇を反転させ、また浮所側に静かに合わせて下ろしてまいります。以降で三重県から参りました鈴木光一さんでございます。疾走する馬にまたがり、手綱はおろか数秒のうちに素早く次の的に矢をつがえ、しかも的中させる技はまさに神業と言えるでしょう。腕立てだからね。走り込みました。The great day. すごいね。こっち帰る。やぶさめの騎手は伊手とも呼ばれますが、この技を生業とするのは小笠原流と呼ばれる集団が有名で、伝統ある歴史を持っています。ゴールから馬をスタート地点へ戻しますが、威風堂々の凱旋です。大倉さん、
一の的的中、二の的やつがいが終わっております。二の的的中、三の的、小笠原清本さん、31世小笠原清田宗家の嫡男でございます。じゃあもう、もう大和的中、そんなの違うんだ。日光から発生参じました小野和人さん、地の的、日の的を的中でございます。さて、歴史と伝統を持つこのやぶさめ、ぜひ後世に残していってください。